皆さんおはようございます。マナティです。今朝起きて顔を洗った直後の状態です。洗面所の中からおはようございます。なんで今日こんな動画を撮ってるかというと、私は今日4ヶ月半ぶりに美容院に行くことになりました。っていうのも、私若い頃から白髪が出てき始めて、月1ぐらいで白髪染めをしに美容院に行ってたんですね。1ヶ月か、1ヶ月半に1回とか、多分多い方だと思うんですよね。でもちろん美容院に行くのは白髪染めカットっていう目的もあるんですけど、特に女性の方で美容院に行かれてる方は分かってくれると思うんですけど、担当の美容師さんに会いに行って近況報告をしたりとか、シャンプーしてもらうのもすごい気持ちいいじゃないですか。そういうのも目的で一体月1か1ヶ月半に1回行ったりしてたんですね。ただ今回まあコロナのことで仕事がなくなったりとか、あまり外出しないようにっていうことで、だんだん声おかしくなってきた外出専用にっていうことになったんで、まあ別に見た目どうでもいいかみたいな感じで、気がついたらもう4ヶ月半行ってなかったんですよ。それでちょっと最近仕事を探しもしてて、仕事がもし見つかって人を前にこう出るってなった時に、もうすっごい白髪もう散らかしてるんで、もうちょっと見た目をきれいにしようかなと思って4ヶ月半ぶりに美容院に行くことにしました。ちょっとこの白髪見てください。閲覧注意です。もう分かりますよね。分かります。このここほら見て、こうやってカバーしたらちょっと分からへんけど、この根元がすごくて、ここもすごいから、よく友達とか彼にも自分が思ってるほどそんなひどくないよって言われるんですけど、自分ではもうむちゃくちゃ気になるんですよね。エスカレーター、エレベーター、階段の方、あれとかってもう自分が下にいて誰かが自分の後ろにいて自分の後頭部をこう見られるような状態になったりしても、めちゃくちゃ気になって、いっぱい私コンプレックスあるんですけど、白髪もコンプレックスのうちの一つなんですよ。なので今日は4ヶ月半ぶりに美容院に行ったビフォーアフターを撮ろうと思います。では行ってきます。超楽しみ。4ヶ月半ぶりに美容院に行きました。これがアフターです。どうでしょう、全然変わってへんやんって言われたらどうしよう。結構切りましたよ。結構切ったし、もうめっちゃサラサラで気持ちいいです。もう4ヶ月半何にもしてなかった、だから白髪生えまくりのバッサバサ、もブローとかもしてないから、だから私いつもこうニット帽をかぶったりキャップかぶって白髪を、隠したりとか、こうもう縛っちゃってもうバッサバサなの、こう縛ってもバサバサなの多分分かってたと思うんですけど、バッサバサごまかしたりしてたんです。やっぱ美容院は違うな。ブローしてもらったらやっぱ全然違う。サラサラツルツル、しかももうね、白髪もない。あー、めっちゃすっきりした。やっぱりこう担当の美容師さんと4ヶ月半ぶりに会って喋るのもなんかすっきりしました。いろいろ喋りたいこともあったし、どうでしょう、普段私メガネすっぴんなんで、メガネをせずに化粧してるだけでもちょっと変わると思うんですけど、さらに髪白髪を染めてもらって、髪を切ってもらって、ちょっとセットしてもらって、どうでしょう、だいぶ変わりました、良くなったよって思ってもらったら嬉しいんですけどで髪も短くしたんで、ちょっと運動もしやすくなるかなと思います。髪の毛くくらなくても、
まあ、ギリギリくくれるけど、まあ、くくらなくてもそんなに邪魔にならないかなと思います。はい、どうでしょう。4ヶ月半ぶりに行った美容院、ビフォーアフターでした。白髪もないからこう気にせずにこうやってこう耳にかけることができます。前はね、ここの白髪がすごかったんで、こうやって耳にかけるのも嫌で、あのこことかもすごいからね、あー嬉しい。多分もう3日ぐらい風呂入らへん、いや風呂は入るけど3日ぐらい髪洗わへんかもしれん。はい、今キッチンに来ております。前出した動画で近々爆食デーをやるっていう風に言ってたんですが、今からやろうと思っています。ここにですね、今シティで買ってきたものが、見てこの中にチーズケーキ以外にもいろいろ入っております。さて何が入ってるんでしょうか。予定としては今から爆食します。今まだ3時になってないかな。で今から爆食動画を撮ってやりたいのは、まずこれは実験としてやろうと思ってるんで、ダイエットのなんかチートデーみたいなんではないんですけど、まあ、でも、メンタルリセットみたいな感じの目的にはなりますかね。で今日爆食デーをして、今朝測った体重と比べて、今日チートした次の日、2、3日後ぐらいまでちょっと体重の経過とか、この体の体型の経過とかを見て、この爆食デーの動画は3日後か4日後ぐらいに、編集ができれば出そうかなと思ってますので、皆さんよろしければ3、4日後に出す予定の爆食チートデー、ぜひご覧ください。宣伝でした。今から食べるぞ、嬉しい。今キッチンに来てます。あ、なんかここの光加減やと、なんかここのシワとかがすごい目立つな。何話そうとしてたんだっけ。あ、そう、取り直そう。